おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ829です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、ロボット魂ですね。こちらを紹介したいと思います。で、今回紹介するロボット魂はですね、過去に一旦発売していて、しばらく再販かかんなかったのかな。で、ようやっと再販がかかって、まあ入手することができたという感じのものとなってます。はい。なので私が購入したのは再販です。はい。ということで、今回紹介するのはこちら。じゃん。はい。ロボット魂の、ナンバー183、サイド MS モビルスーツですね。こちらのフリーダムガンダムです。こちら発売時は完全にスルーしてました。で、ちょっと気になった時には値段がね、ぐっとね、上がってて、ちょっと手出せなかったんですけど、やっと再販かかったということで、こちら、入手しました。あと、気になってるのは、まあ、フリーダムといったら、ついとなるジャスティスですね。そちらもね、ちょっと欲しいんですけど、今のところ入手できずという感じです。ちょっと、ね、値段はだいぶ落ち着いてるんで、今かなと思ってるんですけどね。はい。一応、パッケージは、まあ、発売当時のものと同じなんでしょう。はい。一応、これです。で、側面。裏。で、一応、この形態になるのは、まあ、普通の旧 HG でもできましたね。で、このハイマットですね。ハイマットフルバースト。この状態。これにできるのが、最近だと RG とか、新しくなったフリーダムの HG だね。とか、あと、MG が最初にできたんだったっけな。それがこのロボット魂ではしっかりできるようになってると。そしてここのところになんか複合素材なのかよくわかんないですけど、この部分とかね、こういうのができるよとか、ビームサーベルがこうあるよとか風に裏が書いてます。反対はこんな感じ。あと上と下という感じで、ね、この形態ですね。やっぱこれ、やっぱこの形がやっぱり馴染み深いかなという感じですね。はい。ということで、こちらね、こっからちょっと開けていきたいと思います。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。まあ、フリーダム本体、これがバックパックというか背中部分ですね。であとシールドとライフル、あとこれが連結した状態のサーベルですね。でこれが単体、あと刃ですね。で後編の手首パーツ、これが、魂ステージですね。魂ステージと連結っていうかね、繋ぐための、まあ、中間パーツかな、となってます。はい。で、あと説明書がありますけど、これはまあ後にしようと思います。なので、パーツ意識ですね。こちらから出して、全部並べていきたいと思います。はい。パーツ意識並べたのがこの状態となります。一応こちらバックパックって、一応説明書でウィングって書いてですね。がここにありまして、これが先ほど言った通り、魂ステージですね。との連結パーツ。後継の手首開って、この2つが、サーベル用、ここがライフル用ですね。でサーベルの刃とビームサーベル、一応こちらビームサーベルが一応ラケルタビームサーベルっていうやつです。まあ連結時と単体のやつ。そしてこちらのライフルですね、ビームライフル、こちらが、ルプスビームライフル。そしてこちらがシールド、ラミネートアンチビームシールドっていう名前みたいですね。あとフリーダム本体というふうになってます。ではとりあえずパーツ意識全部ザザッとちょっと避けちゃいまして、まずよっこいしょと、はい、フリーダム本体、まあちょっと箱から出したばっかりなんで中途半端ですけどね。まあこの状態でぐるーり回すと、はい、こんな感じ。まあフリーダムらしさは非常に出てる感じかな。あとは関節が箱から出したばっかりなんでちょっとやっぱ硬いね。まあ一応こういう風に動かす、まあ根元でロールさせたりすることもできるという感じですね。あと根元が結構グイングイン動くんで結構いい感じかもしれない。一応頭部が私としてはこのロボット魂のフリーダムの頭部があまり実は好きじゃないんですよね。正面から見るとまあまあいいかなって思うんですけど、横から見るとここのね、この鼻じゃないですけど、ここがねちょっとね飛び出し気味になってるんで、あんまりこの横顔がね好きじゃないんでね。フリーダム自体は好きなんですけど、この横顔があんまり好きじゃないんでね。正面からいいんだけどね。一応角は黄色ではなく金ですね。ちょっと金色っぽくなってます。はい。ではですね、まあ若干可動範囲を、首はこんな感じ、上は二重関節になってるんでこういう風に動かすことができるよと。腕はグイーンと、肩はそのままですね、腕についてる感じですね。そして内側にこうやって引き出しがあるんです。すげえな、前随分と行きますね。こんな感じ。
で、ここですね、この根元のところでロール軸があってこういう風にできるのと、二重関節これ曲げれるよと。で手首の接続は普通にここに一軸入ってますね、ここに関節ジョイント1個入ってるんで、これでできて普通にプチッと、ちょっと弱いですね。肩の内部のこの青いやつは特に上下できたりとかいうわけではなさそうです。で肩自体の可動は結構広めですね、うん、これはいいことだ。で今度ボディが腰の部分でひねれるのと、ここのところがこうですね、あこれすごいですね。なんていうと普通に上の部分だけガッタンガッタンするんじゃなく、この腹部のここですね、ここを見ていていただくと分かると思うんですけど、ちょっと光の加減で見づらいな、こうだね、こう下げますね、こういう風に腹部のこいつが一緒に連動して動くんでいい感じ。ただあんまりやりすぎると背中の部分が開いちゃうんでね、あんまり角に曲げない方がいいかもしれないですね。一応これが腰の部分の可動とやると結構キュッと曲げる、そんな感じですね。で先ほど動かしたここの部分が結構大きく動くのと、フロントアーマーが動く、で足の根元のところこことこれでロールさせることができて、二重関節、膝アーマーがこっちにつくわけじゃないですね、そのまま普通に動くと、こんな感じです。二重関節ですね。で今リアが外れましたけど、ここの部分は特に、可動軸が仕込まれてはいるんだね。一応この跳ね上げはあるみたいで、この跳ね上げてこうフランフランしちゃうんで、ここのところでピンがあるんで、ここでロックできるんで、この状態で横に動かないというふうになってます。だからここのところのダクトも、ダクトというかこのカバーも動くし、こうやって、まあ、変形するのかっていうぐらいつま先がこうやって動きましたね。足の可動も結構良さげ、接地性も大丈夫でしょう。うん、こんだけ動けば問題ないんじゃないですかね。ちょっとリアが緩いかなっていう感じがしますね。まあ、一応こんな感じです。本体の可動としてはこんな形になります。まあ大体他のロボット魂とかね、その辺と大体同じような感じじゃないでしょうか。はい、ではですね、これから武装関係つけていきたいと思います。まず一番最初につけなきゃいけないかな、本当は背面つけたいと思うんですけど、先にサーベルかな、ここにサーベルをつけたいと思います。で一応ビームサーベルが連結のありますけど、これは連結の問題で関係です。とりあえずこちらですね。でこのサーベルの刃をこっち、これの太い部分ですね、太い部分が後ろです。後ろになるようにしてこいつを、内側にある溝、ここにうまくはまるようにパチンとつけるんだけど、分かりやすくするためこれ抜くかっていうのも、この奥ですね、この奥に実は溝っていうかね、ピンが1個立ってるんですね。それとこいつのこのくぼんでる部分、これがピタッと合うように入れると。でこれ普通に入れても多分探らないとダメかな。今一応これで入りましたよと、まあ、一応こんな感じですね。でこれができたらここにつけてあげる。はい、慣れれば多分そのまんまこの状態でパチンってつけれると思いますけど、慣れないうちは一旦これ結構簡単に外れやすいんでね、パチンって外してしまって、サーベルのグリップを持ってきてピチッと入れて、こう上下に、上下というか前後にスライドさせたりして、この先ほどの溝ですね、それの位置を確認すると。はい、これでつけましたと。これで基本的にまあサーベルはできましたという感じですね。でここの底、この2個あるんですけど穴が、これの1個上ですね、上側、こちらのところに先ほどのこれ、こいつをここのところにブスッと刺してあげれば魂ステージをつけることができるという感じですね。こんな感じ。それ以外にも、つける方法として、まだ紹介してないこのウィングですね。このウィングのこのこれですね、ここの2つあるうちの1つ下ですね、これ実はカバーになってて、これを取ると穴が出てくるんで、そこに魂ステージを刺すことができるという感じです。で一応これを用意して、今このグレーのこのピンですね、こいつがフリーダムの背中のここのところに、パチンと入ると。はい、このように入りますと。これでフリーダム自体はこれで基本装備は完成。まあサーベルと、サーベルじゃないわ、シールドとライフルつけてないですけど、何もなし状態ではこれで OK と。あ、いいね、いいじゃないですか、かなりいいじゃないですか。はい、いいなと思ってはいましたけど、予想に反してよりいいというふうに感じましたね。では、シールドをちょっとつけようかなと思います。でシールドのつけ方もグリップをね、これ取っちゃってもいいんですけど、グリップをつけた状態でつけるときには
まず腕ですね。腕のこの肘、ここに穴があって、これがこいつとくっつけると、ブスッと。で、その際、手首にこいつをもっつけなきゃいけないんで、これですね、ここのところに、サーベル用ですね、サーベル用の左手首を、まあ、マウントしますよと。こういうふうにね、してギュッと回しておいて、こういう感じ。そして、こいつの根元こうやって動くんで、まあ、こいつを先にくっつけてでもいいですね。まあ、手首外すの忘れてましたけど、こうして、ここのところで、まあ、差し込んであげて、あと手首をこのようにくっつけると。そうすると、シールドをしっかりと握った状態、こういうふうにマウントすることができると。で、MG ですね。MG、マスターグレードの方では、このシールドのここ、こいつをこっち側に移すこともできたんですね。そうすると、右の方でもシールドをつけて同じ感じにできたんですけど、まあ普通に HG とか、このロボット魂ですね。それではその辺のギミックはないみたいですね。一応こういう風につけることができると。そして、ライフルをつけると。で、一応、こっちの手首をここから外して、で、ライフル用の手首。これですね。この手首に、まあライフルを持たせると。で、これはいつもと同じです。基本的にはグリップの一部を外して手首に持たせるっていうよりも強引にグイグイって入れる感じですね。これは相変わらず。そしてこのライフルのここのグリップをこうやって動くんで、可動範囲はかなり広いんで、両手でねこういう風に持たせることもできますし、今だとここの後ろのピン、ここにあるピンを、ちょっと見づらくなるとは思うんですけど、ここで、ね、ここの背中の背中で腰だね、ここのところにこいつを、まあ、マウントすることもできるよと。手首付けはおかしいですけど、こういう風にマウントすることもできる。はい。そしてで、こっちの手首の方に、まあ、普通にグーですね。これでサーベルを持たせて刃をつけてあげる。ちょっと今つけちゃってるんで、この連結版でやりますけど、サーベルを、まあ、とりあえずこのような感じで持たせますよと。こうやって持たせたとして、で刃をくっつけて、で、あとこの状態で持たせる。で、連結版だとこれの大体真ん中ら辺をこうやってつけてあげて、反対側からこうつけると。そうすると、こういう風にね、両方から刃が出た状態にできるという感じですね。これがラケルダビームライフルじゃないや。ラケルダビームサーベルの、まあ、この連結バージョンって感じかな。はい。で、戻しまして、腰につけているこのライフルですね。このライフルを、まあ、ここのところに、ちょっとね、このジョイントがまだつけるのが慣れてないっていうかね、どっちかというと手首側がまだちょっと硬いんで入れにくいんですけど、まあ、入れるとこんな感じ。あ、もうすげえフリーダムになりましたね、一気に。こんな感じです。いや、かっこいい。いいね。思っていた以上の出来ですよ。非常にかっこいいですね。一応これでまず基本装備が出来上がりましたと。で、それ以外に先ほどからチラチラ触ってるこの腰ですね、こちらのレール砲、これ、前面部分つながってるんで、これ外して展開で、さらにここの部分も展開してあげて、こう伸ばすと。で、特にカチッってね行くような感じではないので、まあ普通に伸ばしてあげれば OK かなと。そしたらこんな感じでレール方を展開することができる。で、さらに根元、ここのところにグリップだね、これをこういう風に展開してあげると、ここにあるグリップを普通に手で持たせることもできると。まああんまり持たせないから、普通にこういう風に展開するのが基本的になっちゃうのかな。で、一応両方同じく展開することができるようになっていると。で、終わったらそのままパチパチと戻すと。ただその時にサーベルとかがちょっと手に当たったりすると、抜けやすいっちゃ抜けやすいんで、ちょっと注意が必要かな。なので、先ほども言った通り、これやる時にもう鼻からもう取ってサーベルをしっかり戻してから本体に取り付ける、そんな感じの方が扱いはいいかもね。はい。以上、それが腰のレール砲ですね。そして背中、背面のウィングの展開ですね。というか展開の前に、これをこういう風な状態にして、このレール砲、これをそのまんまこういう風に展開して、こうだね。これ HG でもできた最初の初期の普通の打ち方ですね。こういうやつ。これもできますし、これを閉じ、まあ、戻して、ウィングを開くよと。して一応、これがね、形状が
決まってるって感じかな。はい、一応ちょっとね、ちょっと狭めにしてますけど、1,2,3,4,5 枚かな。で、説明書の方ではちょっと腕に隠れちゃってるこの1枚があるんですけど、まあ大体こんな感じのイメージで開いてあげればいいかな。もうちょいあと開き方とか多分調整しなきゃいけないんですけど、一応こんな感じで開けばこうなりますよという感じです。開いたのがこっち、開いてないのがこっちですね。はい、わかりやすいっちゃわかりやすい。そしてこの状態から、フルバーストですね、フルバーストにするときにはこれの位置をさらにちょっと調整して、ここを展開して、ここで折れるんで曲げてあげると。して、この状態だと変なんで、これをもうちょっとこう展開位置とか、この辺をね、調整してあげると。ただその際ちょっと角に当たったりして、折ったら嫌なんでね、その辺のね、位置とか高さ、この辺の調整はちょっと行うと。で、これが準備できたら、羽の位置を、ちょっと開き方とかをちょっと調整して、先ほどね開いた状態、それに近いやつにして、手を前に出して、ここのねレール方、これを展開してあげると。でこれは今ちょっと片方しかまだちょっとやってないですけど、後であの最終形態っていうかね、反対側もやった状態をちょっと出しますけど、一応片側だけザクッとやるとこんな感じ。こうやって羽も広、ちょっと羽の広げ方ちょっといまいちですけど、羽広げてる、出てる、ライフル構えてる、レール砲も展開してるみたいな。これがやっぱりフルバーストですね。こういうような状態もしっかりできる。これがやっぱりロボット魂のいいとこだね。はい。で今ちょっと 片側だけやっててね、いまいちなんで、反対側、そちらもちょっとチャチャチャっとやっちゃいたいと思います。はい。完璧とは言えないかもしれないですけど、一応こういう風にできました。ちょっとね、ちょっとレール砲がちょっと先端ちょっと下がりやすいかなっていう気持ちもあり、さらに背中の羽の開き方も果たしてこれで合ってるかっていうのがちょっと怪しいんですけど、まあ、こんな感じで展開することができると。これ昔の HG とかねで考えればできなかったのがね、今だとこのバシッとね、もう色分けも完璧と、完璧かな、完璧だと思ってます。でできると。さらに連結状態のこのサーベル、これラケルタビームサーベルとかね、こういうのもありますし、腕のこのマウントもしっかりできてるし、可動もバッチリ動くと。一部気になるとすれば、私的なこの表情というか、なんか表情ではないけど、顔のやつがちょっと鼻みたいな、この辺の部分がちょっと前に出すぎているっていうのが私としてはちょっと気になる。デザイン上そうなのかもしれないですけど、ちょっと気になるかなと、私の中ではちょっと気になるかなって感じがします。あとは、おおむねいいかな。ちょっとサーベルが外れやすいかなっていう気持ちもありましたけど、まあ、いいんじゃないですかね。ちゃんとね、ライフルも腰にマウントできるとかね、ありますしね。まあ、今更は今更なんですけど、あと可能性はかなり薄いっていうか、ないに近いと思いますけど、このロボット魂に対応するミーティアだね。ないよな。ありえないと思うんですけど、これに対応するミーティアが出たとしたらとんでもないことになると思うんですけど、もし出たとすれば、もしかしたらここのところに取り付けることができる発射エフェクトとかね、そういうのがもしかしたら付属する可能性がありますけど、出たら買うかって言われたら、まあ悩むかな。はい、一応こんな感じです。ということで、このフリーダムかなり良かったです。気になった方はお店 GO ですね。はい、ということで、ロボット魂のフリーダムガンダム、こちらの方の紹介を終了したいと思います。次回ですね、次回は久しぶりかなに近いかな、プラモデルの方をちょっと、作るですね、作成の方をちょっと紹介したいと思います。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バーイ。